アラペコアザラシと申します。信長の野望申請 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択大名は佐竹。第36回を始めさせていただきます。前回は武田信虎の守る神原城を奪取、武田信虎を配下に吸収したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。で、神原城、武田信虎も出していきましょう。進め、皆の者。で、あとは府中とかね、近場の部隊も出していきたいとこですね。引いてくんないかな。あ、引いてるな。では進めていきましょう。行くぞ。腕が鳴るわい。府中城から出していきましょう。武田信玄、駿府館で、織田城から宇治国、どうかご命令を。城を奪ってみせます。で、結城城から宇治康、駿府館。これで 1,2,3,4,5,6 部隊で、八方からも、そして出していきましょう。で、正幸も出しましょうね。少し工夫を加えますから出陣いたします。で、八方からも出していきましょう。置くべきか。敵の城を、これで引いてくれんじゃないかな。神原から駿府館に兵力が多分集まると思うんですよね。皆もよう戦った。いいよ。柿崎景雄また4000出していきましょう。で、岩殿城から他校さん出していきましょう。時さん1500か。広告寺、あ、城代まだ認知でなかったですね。もったいない、もったいない。あー、伊達ホタルは義久につけたいな。うん、畠山さんつけましょう。で、治療で義久にね、お嫁さんになってもらった。よし、甲賀御所。補正がかかるのが結構いるな。結構いますね。あー、義久強くするためにはちょっといいかもしれないな。補正かかる。義久と、で、あとは吉方。片付けなし。1,2,3で、伊達ホタルか。感謝いたします。でも伊達ホタル前線につけたいですよね。だからこっちにしよう。感謝いたす。これでいいでしょう。これでだいぶ甲賀御所強くなったんじゃないの。うん、結構強くなりましたね。で、あとは神原城。そしたら畠山さん、まあ、でも畠山さん優秀なんだよな。で、しかも混乱持ちだからいいんですよね。ただ破壊力で言ったら6060よりも、統率部位6060同士よりも5081の伊達ホタル使った方がいいですね。やっぱり伊達ホタルに入れ替えていきましょう。畠山さんはね、焦らなくてもね、他のところで戦えばいいですからね。で、駿府館に、うん、兵力が集まってきてますね。これで、威風中以上を狙いたいとこですね。神原城を狙ってる天童さんは、あとは退けられればですね。腕が鳴るわい。うん。先へと向かう。一旦引かせましょう。戦じゃ、みんな心構えをせよ。
あと2000同士、1万の天道を抑えるのは厳しいぞ。4000向かってるとはいえ厳しいですね。こちら向かってるのが1234567 8部隊。あと後ろから部隊も出すか。あんまり出しすぎてもな、兵糧の問題が出てきちゃうからな、時間差で出したいんですよね。あとは天道隊ですね。この天道隊どうにかしたいな。お、闇討ちがありますね。やるだけやるか、労力余ってますからね。あ、そうだ、お金の問題があるからそんなに使っちゃもったいない。では進めていきましょう。戦じゃ、みんな心構えをせよ。あと柴田さん一発かな。いや、これは2部隊とも撤退だな。ご命令を下され。で、あとはこの9000に対して伊達ホタル、いかがしましょう。向かわせましょう。病気になったと。いいよ。で、論告交渉。ありがたき幸せ。一栗さんが侍大将ですね。で、城下改築、どうせ米問屋でしょ。重要なんだって米問屋は。で、軍開発済んだね。そしたら軍開発またしていきましょう。農村開発をね、重点的にやりながら位置の開発も同時に進めていきましょう。少しでもね、金銭収支をね、改善したいですからね。で、こちら兵糧庫は入り合い地に切り替えていきましょう。うん、これでよしですね。で、八形城は開発率 34% で、あとは名所で制圧、安塚神社ですね。春日山の開発率 90% 以上、これやりたいですね。そしたら春日山領内諸作で石高増強がすごいお金かかっちゃうんだよな。商業発展も金に焼かせてやればいいんだけど、ちょっとね。とりあえずやれるだけやっときましょう。お任せくだされ。とりあえず商業発展していきましょう。で、安塚神社 90% 以上、春日山全然発展してないからな。 8% ですからね。軍の数も多いんだよな。ここに来て掌握するのが厳しくなってる。そしたら春日山で地業、ちょっと足軽大将を任じていきますかね。側近で足軽大将、あ、宇治テルか。宇治テルいいですね。間宮さん補正かからない？かからないか。宇治テルいいですね。ちょっとでも伸ばしたいですからね。で、あと巫舞さん、あー、でも畠山に変えるのありか。いや、宿老に変える。宿老か。畠山さん武将だからな。間宮さんと同じランクだからな。あー、側近のところに、あ、ま、しておくのはちょっともったいないですね。柳田さんつけるか。畠山さんも一旦つ、あ、援国投与やってるか。河貫さんもつけて、ちょっとでも発展させたいですからね。岡本さんは親善中だからできないですね。とりあえずこれで春日山城は良しとしましょう。で、破壊工作、あ、駿府館いいですね。昇進いたします。あ、労力不足になっちゃった、やりすぎましたね。まあいい、あの、イフ発生させればその方がいいですからね。
おいおい、ふざけんなよ。何やってんだよ、信虎。城主任命しときながら。そしたらもう仕方ない。ここ畠山さんにお任せするしかないわ。で、畠山さんは領主最大と。婦人を始めなさい。で、こちら902の伊達蛍。そしたら蛍は入れ替えましょう。で、こちらもう駿府館でぶつかれるぐらいですね。では進めていきましょう。お、いい、これで天童さんは押し返せる気がする。柴田さんまた1500出していきましょう。神原城のね、領土を奪われるわけにいかないですからね。で、神原城から畠山さんがついたら、我が軍を示す時が来た。お、ご命令を。これで一旦引いてくれますね。そしたら一旦引きましょう。こちらもね、兵力無理やり出しますから、無理やり出してますからね。で、こちら駿府館に天童さんが変わった。いいよ、駿府館の部隊を増やした方がいいですからね。一旦戻りましょう。九戸さんか、裏切るんだよな彼は。彼は裏切る、彼は裏切る。2回行っちゃいましたよ。で、吉重も来てるといいんじゃないの。ここで2部隊で駿府館からも出るでしょうから、3部隊で4部隊、5部隊、6部隊、7部隊、8部隊、9部隊。いいですね。威風中は狙いますね。いよいよ、はい、朝廷が朝廷外交で、こちら維新は710より進めていきましょう。金すげえかかるな。今見ました？見てくださいこれ。解除すると8000なんですよ。金銭収支3000ですよ。月3000も朝廷に上納してるというね。では国衆取り込みやっていきましょう。で、士官受け入れていきましょう。あー、宇治重ですね。仲間になってもらいましょう。あー、東洋ね。ちょっと待てよ、軍開発。軍開発はどういう状況になってる。入谷市今建ててくれてるんですね。大官が建設中。そしたらこれ2つ余らせてももったいないから、破壊工作は45日、ちょっとやってみましょう。で、東洋もやっていきましょう。で、国峰をレベルアップさせたら、掌握値を上げたら、ん、間違えた、八型だ。八型を掌握上げたら、あと次どこに行くかですね。箕輪かな、やっぱり次こそ。軍の数が少ないのがね、たまり傷なんですよね。で、駿府館、駿府館で威風巻き起こしたら、ちょっとね、どこに次攻め込むか考えたいですね。本当はな、濃尾ここの辺りもう一度威風とどろかせたいんですよね。では進めていきましょう。お詫び申し上げます。マジか、優秀だなやっぱり小田は。キザ開発出てきました。やっていきましょう。あー、労力がない。吉重は一旦戻って駿府館と。いかに動くべきか。一旦戻って駿府館、ちょっと歩調を合わせましょうね。闇討ちが失敗と。まあ仕方ない。いかに動くべきか。駿府館に向かいましょう。で、牧場建設、金山開発、金銭収支を充実させたいので金山開発からしましょう。受けたまわりました。では進めていきましょう。今少しよろしいか。あー、寺崎さんどういう感じ、能力値的には。大して重要じゃねえ。そしたら治療与えよう。20年
しようぞ。いいよいいよ、足軽大将で。どうせ他に転属させることもないでしょうからね。いよいよ、お、これはイフ今日狙えるんじゃないの。4部隊8部隊9部隊10部隊11、12部隊イフ今日狙いますね。兵糧もまだある。綱重の部隊がちょっとない。寸法館に向かわせましょう。破壊失敗か。これでいけるんじゃないの。3部隊か、あともう1部隊。一旦戻して寸法館。これでいけるでしょう。元服を迎えた方、安藤さん。おお、村松殿いいですね。あー、オーバーインがせっかく発展させてるのに。いいよ、これでイフ今日狙えるでしょう。金山町開発終了、特別報酬。よし、合戦やっていきましょう。よし、8部隊12部隊やっていきましょう。で、金山ができたのは神原城ですよね。ちょっと忘れないうちに神原鋳造所あるじゃん。まあでもいいか。そしたらここは米問屋ですね。はい。で、軍開発も終わったみたいなのでやっていきましょう。位置の開発を進めていきましょう。これで八方もかなり。八方確か金山あるよね。なかったっけな。確か八方あったと思うんだけどな。で、これで位置も開発して掌握が進めば八方城で軍、やっぱり金山ありますね。鋳造所も建てられますね。浄化施設はどうなってる。あー、そしたら錬兵場を壊して金山町ですかね。灌漑水路はちょっと絶対必要だからな。で、あとはこちら6000まで増えましたね。錬兵場壊すのもったいないけどな。いや、合戦するって。で、米問屋残しましょう。援国投与やっていきましょう。で、破壊。駿府館は今からね、受けたまわりました。イフを巻き起こさせますので、で、義重の部隊が武将で足軽大将で、まあちょっとそんなにうまくいくかどうかわからないですけど、勲功を稼がせたいですね。ただ義重の部隊4000しかないんですよね。だからどちらかっていうと要所を狙っていくっていう戦い方になるかな。そんな感じですかね。さて、それでは合戦をしていきましょう。何動くべきか。8部隊10万対12部隊8万。いい戦いですね。これでイフ今日発生させて織田を追い込んでいきましょう。さて、これで、あー、刑事がいるのか。本田忠勝もいますね。これ厳しいな。本田忠勝6000は厳しいよ。で、お通夜の方、織田信忠と。結構、なかなかの舞台ですね。左翼が比較的弱めですね。落石をなんとか取りたいな。で、そしたら、義重は右翼を突破していく形にしましょう。なかなか我らも凄まじいメンバーだな。で、左翼の部隊配置部隊が少ないので、大道寺正成領は宇治国に配属させましょう。精鋭をね、左翼を集める形にしましょうね。はい、開戦です。全く歌舞伎者はどうせ勝手に突っ込んでいくんだろう。で、義重に2つこちら要所を落とさせましょう。綱重はそのサポートですね。で、テルトラ、この落石をどうせ取られちゃうからね。正行、大道寺正成。信玄左翼を突破していって、氏康も
間合いを詰めましょう。で、宇治国もちょっとね、進行させましょう。指図をいただきたし、これでいいかな。ここにでは進めていきましょう。相手も部隊が一つ一つの部隊が強いし、数も多いですからね。左翼が比較的弱いですかね。佐久間信盛とかね。でも信盛がこんな能力値か。氏康はこれ強撃かかったら嫌ですね。はい、吉重は制圧で、そのまま北に向かいましょう。綱重は高台を狙っていきましょう。ちょっと待って、強撃かかる、強撃かかってる。下がりましょう。本田忠勝は、本田忠勝か。一旦下がりましょう。そしたら宇治国は信玄のサポートに向かわせましょう。要所をテルトラは狙いましょう。で、こちら伊予騎馬突撃。お、狙ってきますね。ここは強撃で倒していきましょう。はい、強撃。宇治康はこちら行商を落としましょう。で、正幸の、いやー頼りになるな、表裏卑怯。はい、吉重が制圧。そしたら落石の要所を狙っていきましょう。いよいよいい具合になってる。で、信玄が結構頑張ってるので、はい、剣心落としました。そしたら森義成に攻撃を仕掛けましょうかね。で、信玄は休ませましょう。宇治国来ましたからね。いよいよ森義成を義重と一緒に攻撃しましょうかね。はい、一部隊撤退。宇治康が要所制圧。そしたら宇治康そのまま南下しましょう。いよいよ落石を使用としてると。はい、壊滅。ああ、そっか、どんどん出てくるのか。いよいよ宇治康は北に要所を守りましょう。若造どもに戦というものを教えてやるわい。時期8万ですね。これでダメージ与えた。うわー、マジか。よし、撤退。そしたら正幸と大道寺正成をちょっと休ませて、まだまだね、部隊数はね、同数ですからね。忠勝はでも綱重で十分倒せますね。はい、強撃かかった。はい、忠勝撤退。綱重ちょっと休ませましょう。我が先方の切れ味、その身で確かめよう。で、信玄十分休んだので北に向かいましょう。で、宇治国休ませましょう。左翼が結構強くなってますね。で、風林火山、体力回復がな、今の段階ではいらないな。ただ攻撃上昇140、176、強いですね。よし、正幸たちが、あー、池田恒興じゃない、こっちか、三輪長秀か。丹羽長秀が混乱を入れたんですね、先方のね。ちょっと宇治康のサポートに正幸向かわせましょう。で、大道寺正成に軒口の狙う素振りを見せましょう。で、綱重も義重のね、サポートに回りましょう。
お、一気に壊滅しましたね。でこれにて優勢勝利ですね。いやー、さすが鹿島神宮レベル3の効果、簡単にね戦場を制圧できますね。2万も減らされちゃったな。綱重がね確か兵糧ないんですよ。で吉重が181か、テルトラみたいにちょっと稼がしたかったですね。鳥親さん仲間にならないですよね。鳥八王さんか、解放しましょう。で威風強発生、どこまで風が届く。おお素晴らしい、東海道にその異名が届きましたね。何ですと、いかがだったでしょうか。東海道までその名が轟いた佐竹義重。しかしね、もう見ていただいた通り武田信虎がね、まあまた裏切るというね、本当に一回こっちになびいたんだったらこっちにいてくれよって思うんですけれども、まあそれがね武田信虎のゆえんっていったところですかね。いやー、ただその代わりね、見ていただいた通り、先ほども申し上げた通り、東海道にまでね風を轟かせたので、このまま進軍していきたいと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。